こちらの桜、ほとんどが満開となっており、上を見上げてみますと、桜と青空のコントラストが非常に綺麗です。清明は清々しく明るい空気に満ちる頃とされています。暦通り、県内は高気圧に覆われ、雲がほとんどない気持ちのいい青空が広がりました。こうした中、金沢市弥生の市営陸上競技場では、ソメイヨシノなど110本の桜が見ごろを迎えていて、散歩を楽しむ人や部活動に励む生徒の姿がありました。よく車で撮るんです。でも改めて歩いて、ね、見るっていうのはないものですから、ちょっといいかなと思って一斉にわーっと先に咲くでしょう。あのポツンポツンじゃなくて、だからなんか見事だなと思って。また金沢城公園にも桜を目当てに多くの観光客が訪れていました。桜とこの着物レンタルを、はい、しに来ました。4月から春ってその桜を見て、なんかまた頑張ろうって思いますこんなに桜ってこんな色してるんだって思いました。満開でめっちゃ綺麗やった。県内は今後しばらく大きな天気の崩れはない見込みで、各地で桜を楽しむことができそうです。